写真拡大。高校野球岩手大会準々決勝、大船渡久慈、22日、岩手県営球場。試合前に両校の先発メンバーが発表された。21日の4回戦、盛岡4戦で延長12回、194球を投げ抜いた大船渡、佐々木朗望投手、3年はベンチスタート。今大会初めて先発を回避した。帰りにマウンドに立つのは、大和田健人投手、3年。2回戦では佐々木の後を受け、ノーノー系統を完成させている。佐々木は4回戦で延長12回を完投し、7安打2失点、21奪三振の力投。4番を務めた打撃でも延長12回に決勝ツーランも放った。エースで4番がベンチスタートとなったことで、大船渡は全戦とは大幅に打順を入れ替えて、準決勝進出を目指す。